今回はですね、6月の10日にワンプラスがね、新しいね、ミドルレンジクラスのスマートフォンをね、発表しましたので、紹介をしたいと思います。で、このね、端末がすぐにね、アリエクスプレスの方でプレミアセールになっていますので、そちらの方も合わせて紹介をしていきます。まあ、今回ね、発表されたのは、ワンプラスノード CE5G という端末になります。それではね、スペックの方を確認していきましょう。 主なね、スペックはここに出ています。まず、ワープチャージ30ですね。30ワットの高速充電に対応しています。バッテリーは 4500mAh ですね。で、カメラの方はトリプルカメラ構成になっていて、メインカメラは6400万ガスです。ディスプレイの方は9 0ルスのアモレットディスプレイ、スナップドラゴンは 750G の 5G に対応した SOC になっています。あとは、オキシゲン OS ですね。で、こちらの端末ですけれども、こうデザイン的にはね、今出ていますけれども、なんとなくね、初代のワンプラスノードのような まあちょっと今見るとね、まあ、古臭いデザインって言いますかね、まあ、非常にオーソドックスなカメラが向かって左側に縦並びになってるねデザインのスマートフォンになっています。まあね、本当に去年あたりはね、こういったデザインのものが多かったんですけど、最近ちょっとなんとなく見慣れないような、ね、感じになってきましたねで。この端末はディスプレイの方が確か6.4インチですかね。で、ここですね、出てきました。 少し軽いです。少し薄いです。で、全くその通りなんですね。170g なんでめちゃくちゃ軽いってわけじゃないんだけれども、まあまあね、軽い。やっぱり少し軽い。で、厚さもね、7.9なんで、これも別にそんなに薄くないんだけれども、まあ、少し薄いっていうね、全くこの通りかなと思います。 でこれ 3.5mm、えー、もう少しジャッキって書いてありますけど、これはですね、ここで、ね、3号のイヤホンジャックがありますんで、去年発売されたワンプラスノードですね、無印の方は確かね、えー、3号のイヤホンジャックがなかったので、まあ、この3号のイヤホンジャックを付けましたよというものになっていますで。カラーの方は白と青と黒みたいですね。先ほど言いました通り、えー、充電の方がね、30W の高速充電に対応しています。 それでは細かいスペックもざっと見ていきましょう。ディスプレイの方は6.43インチですね。フル HD プラスというものになっています。90Hz のアモレットディスプレイですね。SOC の方はスナップドラゴン 750G というものになっています。で去年のね、濃度無印は765だったような気がするんですよね。 だからこれってスペックダウンしてるんじゃないかなと思いますね。で、一応 UFS の2.1ということです。で、30W の高速充電。まあこの辺を見てもですね、まあミドルレンジクラスのスマートフォンには変わりないんですけども、まあ全体的にちょっとね、あんまりこう目新しさっていうのは全然感じないかなと思います。で、カメラの方はね、6400万画素がメインカメラでトリプルカメラ構成です。で、ウルトラワイドカメラですね。広角カメラは800万画素。この辺もちょっとね、えー、まあ画素数的には なんかね、ちょっと古臭い感じがします。119度ですね。あとは、モノクロのレンズということで、まあ、最近ちょっとモノクロのレンズね、搭載してますけれども、これはちょっとね、あんまりこう特に撮影機能に影響を与えてるっていう感じがないので、まあ、何らが使ってるかもしれませんけれども、使ってる方とするとあまり感じないね、まあ、モノクロカメラが、まあ、おまけでついているという感じです。 インカメラの方は IMX471 の1600万画素になっています。で、去年のね、無印のノードは、確かインカメラが2つですよね。えー、ダブルパンチでしたっけ、えー、?2 つカメラついてたんですけども、まあこれは一つになっているということです。まあ、だから SOC のところを見ても、このカメラの構成を見ても、あの、やっぱりそのワンプラスノード、去年発売されたワンプラスノードよりも、まあ下のモデルという位置づけだと思いますね。あとですね、カメラね、トリプルカメラ構成だったんですけど、OIS がないんですよね。去年のノードは、 あの4800万がその IMX586 だったんですけど、あ、ちゃんとね、OS が搭載されていました。まあこの辺がね、あのミドルレンジのスマートフォンなんだけれども、なんかワンプラスらしいね、仕様になってたんですけども、まあこれはね、その OS もカットされてしまっているので、まあなんとなくね、やっぱり全体的にあんまりこうインパクトがないね、スペック的にもインパクトがない端末になっちゃってるなという感じです。 ちょっとですね、スペック的にはインパクトのないワンプラスノード C5G ですけれども、まあこちらじゃあ価格がいくらかということなんですけれども、まあこれはですね、もうプレミアセールですね。プレセールが6月の21日から6月の25日ということで発表になっています。ここに出てますね。で、価格の方が349ドルマイナス20ドルオフクーポンがついて、えー、最終329ドルという価格になっています。 ということは、まあ日本円で3万6千円ぐらいですよね。まあやっぱりその価格を見ても、えー、性能を見ても、それほどやっぱりね、インパクトがないかなという感じですごくまあ地味と言いますかね。まあ唯一、まあ魅力があるとすればやっぱりそのね、オキシゲン OS が使えるというところかなと思いますね。 それでは一応ね、対応バンドの方を見ていきましょう。これはですね、マリエエクスプレスのワンプラスオフィシャルストアというところで、まあ、プレセールになりますけれども、まあ一応ここのね、スペック表になります。これ結構ね、間違ってる時もあるんで、ちょっと最終的にはちゃんと確認した方がいいと思いますけど、まあ一応ね、この販売ページの表でいくと、バンド18、バンド19対応していますね。で、バンド26、バンド28にも対応していますね。だから一応日本の 4G のプラチナバンドには、 まあね、ほぼ対応してる。バンド8もね、バンド3もバンド1も対応してますんで、これはいいかなと思います。で、5G が77と78ですね、まあ。ただですね、これ OxygenOS で、まあ、ワンプラスの端末なんで、まあおそらくね、まあ、ボルテはあ塞がれているというものになりますので、まあ今までのね、最近のワンプラス、私もワンプラス9シリーズ3台紹介していますけれども、まあおそらくそういう、それと同じということであれば、 まあ、あのね、LT オンリーにすることによって、まあ、データ通信はできるけど、やっぱりボルトは塞がれているという端末ではないかなと思います。ね、これ、オキシゲン OS を搭載しているので、当然ね、Google Play ストアは一応使えます。猫ここにも書いてあります通り、グローバルバージョンであり、グローバルロムを備えた密閉ボックスでありってことは開けてないってことですかね。だから、もともとグローバルバージョンっていうことなんでしょうかね。多言語、Google サービスおよび OTA 更新をサポートしていますということです。 あとですね、ここに、ね、面白いことが書いてあって、あの、修理保証を受けられますかというふうに書いてあります。で、中国からの発送のものについては、まあ、日本はね、まあ、中国からの発送になりますけれども、まあ、1年間の公式保証がついているらしいです。これ私知らなかったですね。 であと、パッケージを受け取ったら、あ、カのビデオを撮ることをお勧めしますって書いてあるね。だからまあ、これ一応開けるときは、あの、動画に一応収めとけということらしいですね。やっぱそういった方が、まあ、交渉ね、しやすいっていうのは確かにあると思います。まあね、YouTube やってる人はね、私みたいな人は必ずね、えー、録画してるんでいいんですけども、まあ、普通のね、一般の方も一応ね、やっぱり海外通販って怖いんで、まあね、ビデオで録画しておくっていうのは結構ね、あのー、最終的になんかトラブルがあったときに交渉するときは、まあ、いいかもしれないですね。 ということで、今回はですね、まあ、ワンプラスの新しいね、えー、ミドルレンジクラスのスマートフォン、ワンプラスノード CE5G をね、紹介させていただきました。まあ、おそらくですね、これはね、どこのね、チャンネルでも、あのね、紹介したいと思います。まあ、はっきり言ってそんなに魅力はないかなと思いますね。で、これはね、ワンプラスノード CE5G っていう端末なんですけど、ワンプラスノードの後継モデルで、 ワンプラスノード2っていうものもね、まあ、別にあのね、えー、なんかあの、発表されるんじゃないかって言われてます。まあ、そちら側ね、ディベンシティの戦略を搭載していて、カメラもね、えー、確か IMX の766ですかね、を搭載してるんじゃないかって言われてるんで、まあ、どっちかっていうとそっちの方が、ま、魅力的じゃないかなと思います。まあ、価格もおそらく、3万、4万円ぐらいかな ?4 万円から4万円の半ばぐらいになるんじゃないかって言われてますんで、 ま、その辺は結構ね、えー、その価格帯だったら結構魅力的じゃないかなと思います。だからワンプラス 9R のちょっと下っていうところですかね。ただ性能的にはワンプラス 9R よりちょっと上になるんじゃないかっていうね。まあ、そんなような仕様になってるんで、ちょっとね、そちら側のね、ワンプラスノート2の方を待った方がいいんではないかなと思います。まあ、ということでね、まあ、これを紹介してもおそらく誰得情報だと思いますけれども、まあ、他で紹介してないんで、一応紹介をしておきました。はい。今回は以上です。